こんにちは、ライムです。はい、ということで、昨日がですね、空前絶後の、で、空前絶後ってわけじゃないけど、久しぶりに大爆死をしたガチャ動画ということで、11ガチャやったんですよ。ね、まあ、結果はまあ、その動画を見ていただきたいんですけど、まあ、ひどかったね。ということで、引きたかったガチャのうちの2つ目、ということで今回はやっていきたいと思います。はい。ちょっとね、もうすでにこれ、1週間前だね、もう1週間前以上か、10日前ぐらいに出たガチャということになるんですけど、風属性のね、バハムト霊式か、に合わせた、ガチャということで来てたんですよ。で、これちょっと回そうかどうか、悩んでたところがあって、というのもこれですね、僕が先日、福袋で入手した風神の D 角が入ってきてるっていうね。うわぁ、これマジかよと思って。まあ、このガチャの中身を見ずにね、福袋を回してしまった僕が悪いんだけど、まあ、こういうことがあるからね、FFRK はマジで。なので、心境としてはですね、このガチャ回してしまうと、どうせ風神の D 角出るので、今までのね、昨日のガチャからも、まあ容易に想像できることではあるんですけど、回したら 100% 出るっしょと、風神の T 角。一つや二つで済むばいいけど、三つぐらい出るっしょと思って、どうせね。FFRK なら、僕らのレコードキーパーなら。ということで、ちょっと考えたんだけど、まあやっぱ趣味でちょっと欲しいものがあって、あれだけ欲しいんだよね。あれが出たらもう11連でも終わろうかなって思ってるぐらいのものがちょっとこの中に含まれてて、まあやりたいと思います。で、これでジタンと風神の D 角ばっかだったら、もうやめるわ。ムカつくから。ということでいきたいと思います。どうせ出んだよな、これジタンと風神の D 角。ジタンの D 角はなんだっけ、あれ、初出なんだっけ、ナインガチャだっけ、確かフェスでもなくナインガチャだったかなと思うんだけど、行きます、スキップ。まあジタンの D 角も結構復刻されてるような気がするんで、はい、アルティミッシアかな。アルティミッシアの装備はね、あれだね、本当に初期覚醒と、ああ、LB チェインね。風だね。あれ、アルティミシアって確か星7チェインあるよね。風のね。だからさ、マジで、あれ、解説動画で言ったんだっけな。アルティミシアの星7チェイン確かあったと思うんで、風神の D 角とかね、ジタンの D 角入れるぐらいだったら星7チェイン入れて欲しかったなっていうところが、まあ持ってない方からすればね、ジタンも風神も両方持ってない方からすれば本当に神ガチャなんだけどさ、まあ復刻枠入れるぐらいだったらマジで星7ね、どうせなら星7チェインなんてほら D 角よりもなんていうの、復刻率低いわけだからさ、一度も復刻してないんじゃない、もしかして星7チェインって。知らんけど、もしかしたら第2弾とかで復刻してんのかもしんないけど、全然復刻してないよね、星7チェインって。星7チェインガチャなんかもう常設してもいいぐらいだからね。あと LB チェインとかさ。22連目です、はい。いや怖えわ、マジでこれいちいち怖いな、マジで。うわー、そっちのパターンこのパターンかよ、くそー、こっちで被ってくるパターンね。いや、ほんとおかしいな、これ。なんだよ、これ、マジで。このラインナップ中で、またこれかよ。なんなん?はい。33連目いきたいと思います。なんなん?マジで。マジでなんなん?なんだよ、今日は。今回はアルティミシアの LB チェインパターンか?一つ、単発しか来ないね。単発しか来ないね。行きます。単発しか来ないね。いやー、お!アルティだね、これは。これアルティ D か。アルティ D かな。アルティ D かな。おー、アルティ D だ。
アルディ。あれ待って、アルティミシアのシンクロ、新しいシンクロとかあんだっけこれ。あ、あるんだ。あるよね。そうだよね。そうだよね。あるんだよね、これね。いやー、そう。確かこれがしかも結構、そうだよね。なるほど。第一シンクロがめっちゃ弱いんだよ、アルティミシア。ただ待機時間短縮するだけみたいな。44連目。そう。だから、まあ、本気でアルティミシア使おうと思ったら、この新しい第3シンクロは欲しいところだよね。風は第2だけど、行きます、スキップ。って感じなんだよね。アルテミシアなんか結構、お!やや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 やうわー新鬼かぶりか。剣。剣、あ、玉ねぎか。唯一の玉ねぎか。玉ねぎ一つしか入ってないんだっけ。わー、なるほど、なるほど。ちょっといい引きになってきた。昨日のあれを考えれば、昨日のあれを考えればいい引きかもしれない。44連だけど、昨日の引きがあれだからな。なるほど、これでアルティミシア使ってみた動画いけるなぁ。アルティ、あ、玉ねぎもいけるね。玉ねぎとアルティミシア使ってみた動画いけるな。玉ねぎの風シンクロないけど、あれ、タマちゃん、タマちゃんって魔法だと4属性シンクロとか出てないんだっけ、この人。まあ、このあれだね、この玉ねぎはモード2のこのエアロソーサリー、味方全体に風魔と一定時間付与っていうのをちょっと遊んでみたい感じあるよね。ボーマボー精神デバフ、これだから本当にあれだわ、フェーズ2とかで、なんか、ボーイ魔法精神バフやってきたときに、デバフしつつ、さらに、属性剥がしと同時にやってくるから、それに関しての完全対策みたいな立ち回りになってくるよね、多分ね。はい。でも結構ラインナップ出ちゃったな、あと、結構出ちゃったな、結構出たな、あと、ファリスの D 格でしょ。うわ、結構もう出ちゃってんだ。ファリディに LB チェインに、アルティミシアの新奥義。うわー、もう結構出たな。これ怖いな。これ、一応ここまで来たけど、まだ僕が欲しいやつ出てないんですよ、今回。まあ、アルティミシアも嬉しいんだけどね。嬉しいけど、もうバハムートレイシキのオートも勝てちゃってるからね。正直、しかももう FF8 のクリスタルダンジョンも終わってるからね。それ考えると別にアルティミシア出たところで何なのって感じ。ああ本当に趣味枠になっちゃうんだよな。本当に趣味枠になっちゃうんだけど、そうなんだよね。本来だったらこのガチャ自体を回す意味が全くないんだよね。全くないんですよ。さあ、ここで終わろう、ここで終わろう、さあここで終わろうじゃないか。ほら来た風神。まあそろそろ来る頃だろうとは思ったよ、風神 D。 そうで、ここで出てしまったから、もうね、この間の、 あの福袋がマジで意味なかったなっていうことになるわけですけどね。まあ、だろう。出るとは思ったぜ。そうだろうな。そうだろうよ。そうだろうね、風神さん。そうだろうな、運営さん。うわー、出ねえな、しかし。うわー、マジか、出ねえな。これラストにするわ。出ても出なくてももう諦めるわ、さすがに。さすがにもう諦めます。とりあえずアルティミシアと玉ねぎの動画は作れるから、やめるわ。もうこれで出なかったら、やめよう。やめようじゃないか。月末のガチャってなんだっけ?はい、スキップ。月末って、あ、6のクリスタルダンジョンか。そっかそっか、うーわ。ほらね、まず二つ目来たじゃん。これで最後また封じんパターンあるよ。地獄の。あ、違った。違った。これ D 角コンプリートパターンか。D 角コンプリートパターンだった。ファリスの D 角だ。D 角2だね。なるほど。そういうパターンで来ましたか。なるほどですね。なるほどですね。はい。まあ、ということでですね、まあ、今回もうやめます。で、ちなみにここ、ファリスの D 角出たけど、僕が欲しかったのって、これじゃなかったんですよね。
結局僕が一番欲しかったのってファリスの LB チェインだったんだよね。これが一番欲しかった、このガチャで。なんでかっていうと、このファリスの LB チェインがあれば、バフムートレシキの地属性物理の完全オートいけるなと思って、っていうだけなんだよね。別に手動で勝てるからわざわざそのオートでやる必要なくねって言われたらそれまでなんだけど、オートでやりたいからっていうところなんで、バンのね LB チェーンも当たんなかったんだよね、その時ね。確かね、当たんなくてみたいな、やめちゃったんだよ。だから LB チェーン当て使おうと思ったらファリスしかいないんだよね。で、風属性の物理のあの星7チェーンもファングだからさ、オートだと竜騎士向いてないんだよ。絶望的に相性悪いじゃん、オートと あの物理ヘビーとかさ、竜騎士に関してはっていうところがあって、もうファリスの LB チェーン引くしかねえかってなったんだけど、出なかったね。もうさすがにこんだけ出ちゃったらもう無理だわ、引けないわ、無理だわ、地獄見るわこっからだと本当に。なので僕が運営さんに言いたいのは、LB チェーンとか星7チェーンのガチャを常設してほしいわ。これは普通に今置いてる星6チェーンみたいなやつみたいな感じでね。チェーンはもう誰にとってもね、初心者からの高難度、あの上級者の方までも誰でも引くし誰でも欲しいしっていう理由で、僕は常設化検討してほしいなって思います。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。